こんにちは、眼科専門医の平松瑠衣です。目の病気についてお話ししていきたいと思います。白内障手術の方法としてプレチョップ法というのが、テレビなどでも有名な方法ですが、これはあくまでいくつかある手技の一つの方法となります。白内障手術の流れとしては、切って白内障を取る、レンズを入れる、傷口を閉じるという大きい4つの流れがあります。その中で白内障を取るという手技の中の核を分割する、核とは何かというのは後で説明しますけれども、という手技が、プレチョップ法に代表される手技の方法です。目、このように目があります。こう縦に切って横から見て、こういうふうに前から見えるんですけど、この白い部分、ここが白内障、白くなっている、このレンズを取り出す方法です。これをさらに拡大してみますと、こんな感じになっていて、核という真ん中の硬い部分、そして皮質という周りにある柔らかい部分の2つに分かれてきます。で、この核というのはそのまま、取り出すのが難しいので、白内障の機械というのは超音波でこれを砕きながら吸っていくわけなんですが、これを分割、壊しながら吸っていく方法がいろんな手技としてあります。つまり核を分割、壊してから吸引、吸っていく、あとは皮質の柔らかい部分は分割する必要がないので、そのまま吸引できるわけなんですけども、その核を割る方法の一つとして、プレチョップ法に代表されるようないろいろな手技があります。これが実際、やっている方法です。これはプレチョップではなくて、私がやっているような核の分割の方法です。今やっているのは、まず白内障をただ吸っているという状態です。核の一部を吸い取っています。そして、左手の分割をするためのものを使って、こうポキッとこう割っている感じ。これが核の分割。もう一回こう、口刺しにしてから割るというような方法です。このようにね、核を割る方法として、このような、4つの方法、他にもいろいろあるんですけれども、大きく分けて4つの方法があります。D&C、Divide and Conquer というんですけども、核を一つ一つ分解して、4分の1にして吸っていく。確実に一つ一つやっていくような方法です。スカルプトというのは、薄く削ってから分割して吸引していくような方法です。チョップっていうのは、分割する道具を使って割りながらさらに吸引も同時にしていくような方法です。プレチョップ法というのは、最初に道具を使って分割して、そしてから吸引をするという方法です。チョップとプレチョップというこの2つは似てるんですけど、プレというのはその前にするということなので、チョップを先にやる方法という意味でプレチョップということになります。例えて言うんだったら、野球の投球フォームのように、上から投げたり、横から投げたり、下から投げたり、どれがいいという感じでもなく、こんな感じで時間は確かにプレチョップという方法は早くできます。ただチョップという方法も早くできます。スカルプトや D&C などの場合は少し時間はかかります。ただその差も20分、30分差があるというわけではないです。技術的にはプレチョップ法というのは、機械を使って割るだけなので、最も手技的には簡単な方法です。スカルプト、D&C、チョップとなるにつれて技術的にちょっと難しい部分も出てきます。この分け方は私がなんとなくこんな感じかなというふうに分けている方法ですけど、あと応用性、つまり何か白内障がグラグラしていて少しやりにくい状態だったり、特殊な状態だった場合に、どの方法がどうやりやすいかということですけど、チョップ、D&C、スカルプとプレチョップというように、応用性は左に行くほどより高くなっていく。もちろん他にもいろんな方法もありますし、これが具体的にそうなわけじゃなくて、同じ人がやっても D&C の方がプレチョップより早く終わることもありますし、あくまでなんとなくこんな感じと思っていただければと思います。つまり、どれがいいのかというのは、どれがいいというものが具体的にあるわけじゃありません。もし 100% 絶対その手技がいいというものがあれば、みんなそれだけにして他の方法をやるということはないからです。ですから、自分で、そういう話を聞いて、
何々法だからいいんだっていうのではなく、まあ、白内障の方法としていろいろなものがあるんだなという程度に感じていただければと思います。